昨日一昨日と県内各地で成人式が開催されましたが、法律の改正で今年4月から成人年齢が18歳に変更されます。今年の新成人や高校生はこれをどう思っているのか聞いてみました。昨日一昨日と福岡県内の多くの自治体で成人式が行われました。久しぶりの旧友との再会に喜びもひとしお。今年の4月から成人年齢が18歳に引き下げられることについて聞いてみると、別に20のままでも何がそんなに変わるかな。まあちょっと早いなと思いますけど、まあ別に否定的な意見はないですね、自分は。一方、高校生は、はい、してました。できることが広がるので嬉しいかなと思います。18歳に引き下げられるけど、そんなお酒とかも20やし変わりはないのかなとも思うけど。成人年齢の引き下げについて意見は様々なようです。そこで今日の特捜Qチームは、4月から成人の年齢が18歳に、何が変わって何が変わらない、気をつけないといけないことは。18歳といえば何かと忙しい時期、18歳で成人式の式典に出席できるか聞いてみました。人によると思うんですけど、やっぱ受験生とかは大変だと思うんで、一方高校生も、受験と重なったり就職と重なったり、そのあたりどうですか。それだったらやっぱ学業とかを優先するかなとは思います。すでに多くの自治体が成人式の式典はこれまで通り20歳で開催することを表明していて、来年18歳から20歳まで合同で式典を開くところはほとんどありません。18歳という時は大学受験あるいは就職活動で、大変忙しい時なんですね。従いまして、本市もですね、基本的には20歳の時の成人式を考えております。ド派手な成人式で有名な北九州市、その衣装の貸し出しで有名なのがこちらの貸し衣装店みやびです。18歳で成人式はせず、これまで通り20歳の時に成人式をするという市の方針をどう受け止めているのでしょうか。18歳っていろいろ大変だと思うんですよね。高校生じゃないですか。で、皆さんその一生に一回のことなので、1年前から準備していろいろやっていくわけなので、20歳でしていただいた方がやっぱりご本人にとってもすごくいいと思うんですけれども。今回の成人年齢の引き下げは明治9年1876年以来146年ぶりです。では何が変わるのでしょうか。飲酒や喫煙、競輪や競馬といったギャンブルはこれまで通り20歳になるまでできません。一方、これまで親の同意が必要だった携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードを作る、部屋を借りるといったことが18歳以上なら一人で可能となります。他にも10年パスポートの取得や司法書士などの国家資格の取得が可能となるほか、これまで女性は16歳以上とされた結婚ができる年齢は男女とも18歳に統一されます。酒タバコは今まで通り20歳だけど、携帯とかカードとかローンは急に18から可能になるっていう、そういうのは18から可能になってもまだ知識とかないと思うので、早い年齢からそういうのに手つけれたりとか知識として知って解けるようになるっていうのはすごくいいことかなとは思います。家の契約とか、はい、ローン組んだりとかできるようになりますけど、はい、そのあたりどうでしょう。やっぱ学校でそこら辺の授業とかまだできてないので、ちょっとそこはお金の面に関しては心配ですね。今回の成人年齢の引き下げ、消費トラブルが拡大することが懸念されています。3月末までは親の同意なしに組まれた18歳19歳のローン契約は未成年のため取り消すことができます。し
かし4月以降は18歳19歳は成人となるため、たとえ無理なローン契約でも取り消すことはできなくなります。保護がなくなった社会経験に乏しい新成人を悪徳業者が狙うという事態が懸念されているのです。今でもその18、19の方からの相談とですね、20歳、21歳からの相談は数が全然違いまして、倍以上違うんですね。ということはそのトラブルに遭っているのは20歳以上の方が多いということで、今後はその18、19のところにですね、そのトラブルが降りてくるのかなというのはちょっと懸念されています。18歳から21歳の若者から福岡県消費生活センターに寄せられる消費トラブルの相談件数は年々増えています。今は20歳と21歳の方が多い状況ですが、4月以降18歳と19歳が増えるのは確実と見られています。家庭で話し合っていただくのが、まずもって保護者の皆さんにもですね、そういう18、19歳のところで未成年者取消権がなくなって、契約は親の許可を得なくてもできるんだけれども、その契約したらその契約した責任が生じるということをですね、よく分かっていただきたいなというふうに思います。特にお金の面が心配されますけれども、改めてその成人年齢の引き下げで抑えるポイント整理します。はい、何が変わるのかというところなんですが、18歳からできるようになることとして、親の同意がなくても携帯電話やローン、クレジットカード、部屋を借りるなどの契約ができるようになります。他にも10年パスポートや国家資格が取得できるようになるんです。ただ一方で飲酒や喫煙、競馬や競輪などは20歳まで禁止のままです。特捜 Q チームの取材でも当事者はやっぱりそのローンとかお金に関する懸念の声が多く聞かれましたね。はい、そういったところも意識してるんでしょうか。大手銀行はですね、18歳からのカードローン契約、どうするかということを検討してたんですが、これは見送る方向になりました。やはりその返済能力を上回る貸し付けを懸念しているということもあって、その地方銀行もこれに追随する流れになると見られています。で、消費者ローンもですね、積極的な貸し付けにはその慎重な意見もあるということです。ただ、借りる道は、ね、広がっていきますので、やっぱりここで大事になってくるのは金融教育ですね。これを徹底することが重要になってきますね。その成人式は多くの自治体が従来通り20歳で実施する。飲酒も喫煙も20歳。ただその例えば選挙権は18歳。ちょっと分かりづらくなってる気はしますね。そうですね、ちょっと導入してしばらくは数年は混乱が続くかもしれませんね。ここまで特捜 Q チームでした。